19世紀末から20世紀初頭頃の、ゆりかごゆりかごは、幼児、乳幼児を治めてあやすための道具である。洋蘭とも言う。ゆりかごは、まだ自力で移動することのできない赤ちゃんなどを治めて、揺らすことで、楽しませたり安眠できるようにするための道具である。ものによっては、かごを天井などから吊り下げたり、または、かごではなく木の箱に揺らすための機能をつけたものも、このように呼ばれる。 古くは自力で移動するハイハイができるようになった乳幼児でも家庭内で目を離した隙に段差などから落ちたりして怪我をしないようこういったゆりかごに収めておく様式も見られたが近代以降ではベビーベッドなどより広い内部で自由に移動できるようにした家具が用いられる傾向がある1820年代の石板がインドのゆりかご乳幼児は首が座ってくるようになると なぜか揺らされることを喜ぶ傾向がある。いわゆる、高い高いなどのあやし方も周知であり、揺りかごは子供をゆっくり楽に揺り動かすために利用される。新生児を寝かせて、首や頭をしっかり支えた状態で、ゆっくり揺らして、あやす場合もある。揺りかごは、主に仰向けに寝かせて揺らしてあやすために用いられる。なお、首が座っていない、新生児や体の未発達な乳児は、 角に体を揺すると揺さぶられっ子症候群になるなどの危険性があるので注意が必要。ただし、揺りかごでは多くの場合、構造上でそこまで激しく揺することはできないが、あまりに激しく揺すりすぎて、かご自体が転覆し、下敷きになったりという問題の出たケースも報告されている。赤ちゃんがなぜ揺られて喜ぶかについてはよくわからないことも多い。しかしながら、 こういったゆりかごは世界各地にその類型が見出せる。ありがとうございます。